涙で濡れた部屋にノックの音が転がった。誰にも会えない顔なのにもうなんだよどちら様。名乗るほど大した名じゃないが誰かがこう呼ぶラフメーカー。あんたに笑顔を持ってきた。寒いから入れてくれ。ラフメーカー冗談じゃない。そんなもん読んだ覚えはない。構わず消えてくれ。そこにいられたら泣けないだろう、yeah!部屋にノックの音が飛び込んだ。あの野郎まだ嫌だったのか。消えてくれって言ったろう。そんな言葉を言われたのは生まれてこの方初めてだ。非常に悲しくなってきた。どうしよう泣きそうだ。ラフメーカー冗談じゃない。あんたが泣いてちゃしょうがない。泣きたいのは俺の方さ。こんなもん読んだ覚えはない。ルララルラララルラ。二人分の泣き声とく。笑えるぞ呆れたがなるほど笑えた。